神明社は、愛知県常名市栄町六丁目二百にある神社。社格は、九号社。愛称は、常名神明社。明王三年、関の千代の峰に祀られていた古社が神明社、常石神社、大善院鎮守社の三社に分祀された際に、創建された。近世の宇治国一期は、星目瀬村、四条村、山形村、奥城村、関村。 北条村の六村であり、これらの村は1884年に合併して、千田郡常波村となっている。1946年には、宗教法人令によって、宗教法人の新名社となった。1951年には、愛知県神社町による六等級社に昇格した。1954年に、常波町などが合併して、常波市が発足すると、かつての六村は、 とといいう扱いとなった江戸時代には夏に霊祭が行われていたが、明治になって霊祭の時期が春に変更され、常石神社の霊祭の前日、または翌日となった。星目星、四条、山形、奥、城関、北条の六代の出しがあり、二日間にわたって宇治国一を巡行する。陶器製の狛犬の1942年1月には、 南側山道階段下に、常波焼の陶器製狛犬が設置された。陶器製狛犬は、養業産地にはしばしば見られ、三州河原で知られる、高浜市の春日神社などにもある。ありがとうございます。